ジョン・ヴィンセント・コロンカは、アメリカ合衆国フロリダ州クリアウォーター出身の元プロ野球選手。1998年の MLB ドラフトで、シンシナティレッズから12巡目で指名を受け入団。2003年にシカゴ・カブスに移籍し、2005年にメジャーデビューを果たした。2008年6月、コロラド・ロッキーズ 3A からオリックス・バファローズに入団。 先発左腕投手として期待され、7月27日の楽天戦で来日初登板初先発を果たし、7回途中2失点の高騰を披露。しかし、8月12日のロッテ戦では3回途中4失点、8月19日の楽天戦では4回途中3失点と結果を残せず、その後登録抹消。結局、その3試合の登板で0勝1敗。 防御率6.75に終わり、シーズン終了後に退団となった。2009年、フロリダ・マーリンズとマイナー契約をし、5月にメジャーに昇格した。2010年6月26日、独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーン・ストーマーズに入団。8月3日に放出され、同リーグのサザンメリーランド・ブルー・クラブスと契約し、シーズン終了後に退団した。 2011年5月8日にランカスター・バーンストーマーズと再契約した。2011年12月5日に現役を引退し、シカゴ・カブスのフロリダ地域のスカウトに就任した。2020年をもってカブスのスカウトを退任し、2021年からはフロリダ州にあるエンブリー・リドル航空大学でアシスタントコーチを務める。急速的には、 時速 140km 台前半ながらも、両サイドにきっちり投げ分けられる、制球力を持ち、本人が最も自信を持っているというストレート、変化球は、チェンジワップ、カーブ、カットボールを投じる。その投球スタイルは、MLB 時代には、トムグラビンに似てると例えられた。ありがとうございます。